DS BDS。プリプリ系 YouTuber 売ってるです。ちょっとね、ドンキーホーテ行ったらね、こんなものが売ってました。アパースペシューン、ドンキーホーテ、こちらです。もうサムネでも載ってると思うんですけど、鬼滅の刃のお楽しみ袋が売ってました。で、今無限ラッシュでさ、無限ラッシュじゃなくて無限列車で映画やっててね、まあ見たいなと思ってんですけど、なんか混んでんのがね、ちょっとね嫌なんで、ちょっと電車が空いてからね乗ろうかなって思います。やっぱ鬼滅はね、もうストーリーもいいんですけど、戦闘シーンがね、綺麗なんですよね。ただ多分アニメで見たからこそね、多分ハマったっていうのもあるんですよね。漫画はね、一切見てないんで、その無限列車でのね、ストーリーもやっぱ、漫画でのなんか繋がってるらしいんで、やっぱ見ないとダメかなって思って。はい、で、こちらなんで買ったかというとね、お楽しみスペシャルパックって書いてるんですよ。数量限定、早い者勝ち。ね、お客様の笑顔が見たいから特別セット作りました。俺の笑顔が見たいんですよ。これはもう買うしかないでしょって。で、2000円と、まあ、こちら3000円あったんで、本当にね、笑顔が見たいのか気になったんで買ってきましたよ。2000円よりね、価値があるのか、そして僕が欲しいのかっていうね、まあ、いろんな総合評価があるんですけど、まあ開けましょう。よいしょ。じゃあまず、ちっちゃいのから。缶バッジ。まあ、可愛らしいですね。さあ、何が当たるか。僕と一緒だ。あと、しのぶちゃん。また缶バッジかよ。よし、で、こちら。ミニアクリルアート。これだけです。これで2000。強く生きろ。ってことかな。皆さんのね、評価ちょっとね、コメントに書いてください。じゃあ3000円。よし、3000円。ほら、開けづら。はい、缶バッジ。はい、善逸。はい、たけし。缶バッジ多いな。やっぱ学生とかがね使うんかね。あとこれいいね。はい、ボールペンかな。まあざっと100円ぐらいかね。あとはコースターと、ラスト、たけしがまた出ました。コインケース。あれ、さっきの方が良くねえか。まあクオリティは100均ぐらいですかね。あ、缶バッジ入るよ。あ、そのためのコインケースかな、これ。はてはてお楽しみスペシャルバッグでしたね。まあこれ2,3000円はね、超高いですけど、まあ、鬼滅が好きだったらまあいいんじゃないんでしょうかね。はてはて僕の笑顔は鬼顔だ。に変わりました。ぜひみんなもね、ドンキホーティで見かけたら、ください。楽しい。あと、See you! PDS 株式会社。チャンネル登録、よろしく、よろしく、よろしくよ。動画のグッドボタンもお願いしますよ。